皆さんこんにちは。曇り空のポートランドでした。昨日は、ワシントン州に出張に行ってました。そして今朝帰ってきたんですね。で、今日のトピックスはこちらになります。これなんだかわかりますか？車についているクルーズコントロールなんですね。アメリカの道は延々とまっすぐ走ってるところが多いです。こういうところを走るときはこのクルーズコントロール、要するにスピードを一定に保つ機能がついてるんですね。これをセットして、例えば60マイルパーアワーとかにセットして、そのまま行くと足をブレーキとかアクセルから離して、そのまんまハンドルだけ握って運転することができるんですね。なかなか便利なシステムです。日本でもこういうものが、高級車についているとは思いますけれど、使うところはなかなかないかもしれませんね。ということで、また明日。